1984年新日本プロレスでデビューしたその男は蝶野正弘、故橋本真也と共に闘魂三銃士と称され、トップレスラーとして新日本プロレスを牽引。類いまれなるプロレスセンスを持つ彼を人はこう呼んだ。ジーニアスと天才は各語りき。武藤敬司の真骨頂ともいえるのが95年 10.9 東京ドームでの UWF インターナショナル高田信彦戦。2023年 1.4 東京ドームは棚橋宏、海野翔太をパートナーに、武士真田内藤哲也のロスインゴベルナブレスでハポンとの豪華カードによる新日本プロレスラストマッチ。試合を目前に改めて聞いてみた。プロレスとは？プロレスとはって、なんだよ、フォーライフ？やめてからどうしようかなって思ってるの。新日本プロレス雇ってもらおうかなって、リング屋さんかなんかで。なんで俺、棚橋選手そして海野選手の足を引っ張らないように全力で頑張ります。よろしくお願いします。いや、武藤敬司新日本プロレスラストマッチ、武士真田内藤哲也 VS 海野翔太棚橋宏武藤敬司。